現在進行形。そっちか。一押しガチャしたよ。もう自分のは10回して、そうシークレットのレベルがちょっと上がりました。ナスナが配置でセナタンと一緒に写真撮ると後ろに下がるよって言ってたよ。ん？どういうこと？誰が下がる？今日も安定に可愛い、ありがとう。寒い。毎日寒いね。私が下がるの後ろに、絶対嘘だねそれ。でも昨日会った時はそう、私が写真撮る時になぜなか後ろ下がるからそれを真似したっていう。昨日はね、もう普段はそう、写真公園とかで写真撮る時はもう真横に行こうとする。そう、私がカメラ持つと、私がカメラ持つときは基本的にそうね、横に並ぼうとするけど後ろに行きます。なずなちゃんはドボン講座とキャンマチ繰り上げ当選おめでとう。なんか一般受付始まってますよね、ドボンのコンサートが。まだ外れた方は希望があるということで。唇がカサカサで、もう最近は大変ですよ、全く。だから今日はワセリンのリップを買いました。とあとはそうカサカサだから、そうワセリン、そうなんかモアリップは持ってるけど、モアリップは保湿というよりも薬用だから、なんかメンタームの、そうなんかね、ワセリンリップ、普通の黄色いパッケージのベビーワセリンっていうリップと、その隣にメンタームの白い可愛い感じのパッケージのワセリンリップがあったんですよ。そうメンタームね、メンスレータムじゃなくてメンタームねのやつの、そうがあって、で100円違かったの値段が。でも同じ量は同じだったの。そうやばどっちにしようと思って、でも中身そんなに変わんないだろうなと思って、でもなーってめっちゃ悩んだの。そうめっちゃ悩んだんだけど、どっちにしたと思いますか？そうどっちにしたと思いますか？有名赤ちゃんの写真のやつ、赤ちゃんの写真は別に書いてなかったけど、黄色くてベビーワセリンって書いてる方と、まあ両方赤ちゃんつかワセリンだから、両方ね赤ちゃん使えるんですけど、そうでもパッケージがね違かったのよ。でも100円違くて、そうお両方は買ってないな。でもそうめっちゃ悩んだんですけど、緑のやつじゃない、黄色です。黄色ベビーワセリンって書いてあるのは黄、めっちゃあれだよ、ベビーワセリンって書いてあるやつかな、わかんないけどめっちゃね多分有名だと思う。
その黄色ハンドクリームもあるんですよ、その黄色い方が。ハンドクリームもあってリップもあってみたいな感じのやつなんだけど、そう、その有名な感じのやつの、その隣にそう同じね、ほぼ同じだろうなみたいな、パッケージがほぼ同じだろうなって言ったら多分悪いんですけど、でもその見た目が、見た目がすごいね、見た目がすごいなんか白だし、白好きだしね、なんか可愛い感じだったのよ。まあちょっとね、何人か答えてくれてんだけど、そうそう、お高い方にしも、お高い方ってもう100円しか違うねんね、100円しかとか100円もなんかわかんないけどね、同じ 10g なのにそう100円違かったので、めっちゃ悩んでたの。あこでも絶対ほぼ同じだよなって思いながら、でもこっちの方が見た目は可愛いよねって思って、いやどうしようって悩んでたの。そしたらもういいよ、ママがね、もういいよ高い方にすればいいじゃんって言ってって言われたから、そうだからじゃあそれにしようって思ってそう CM わかんない、見たことないかもそう買うのは自分なんだけど早くしてってめっちゃ悩んでた。私本当に優柔不断だから、今までだったら一緒だからいいよこっちでって思ってたけど、でもなんか可愛いしなこっちの方がママは買ってないよ。フレッシュコンサート当選おめでとうございます。調べたら絶対すぐ出てくると思うんだけど、うわ切れた最悪、うわどっちがお高いのだから忘れ、黄色じゃない、黄色パッケージの方が安いんです。え、みんな知らないの？え？私だけ？すごいさ、有名だと思ってたんだけど、有名だと思ってた。これこれこれ、すっごい白くなるじゃん。これこれとこれとこれ安い方ね。これとこれで迷ったの。ほらこっちの方が可愛くない？こっちの方がほらそうで迷って100円こっちの方が高かったけどこっちを買ったっていうそう、何が違いは分かんないんですけど、ね、白かわいいよね。え、だよね。そうこれはメンターム、メンタームワセリンリップっていう、そう可愛いしすごい保湿されそうだなと思って、なんかえ何が違うのか正直わかんないですけど、で買いました。そうあとはえ可愛いで薬用か、それなわかる、なんか薬用、これ薬用っていうか私は保湿目的で買ったんだけど、なんだろう、そう私はよくこれをね、もうすぐそのすぐ塗れるようにここに置いてるんだけど、いつもこれを、これ安いやつなんだけど、安いねママがよく買ってきて、そう家族みんな使うから、これだからママがよく買ってくるから私もねそれをね使ってるんだけど、そうでもこれだと保湿力に欠けるなって思うんですよ。なんか唇あれ普通普段だったらこれ塗ってていいんだけど、なんかね保湿力かけるなーってすごい乾燥してるなーって時にそのワセリン塗ろうって思って買いました。
そうで塗ったんですけど、おすすめおすすめベビーワセリン、そうベビーワセリンのリップ、そのね、なんか両方使ったことあるから何が違うかとかわかんないんですけど、まあ見た目可愛いし保湿されるしおすすめですおすすめです。唇乾燥に困ってる方は、そうモアリップ、モアリップはその唇乾燥、私的にはその保湿とかじゃなくてじゃないなって感じてるので、そうモアリップ高いし保湿なんていうのカサカサで保湿が唇荒れちゃったって時はモアリップがいいと思うんだけど、唇乾燥してるなって思った時とかはね、絶対そのかわいい方がテンション上がるし、高橋正解だって、やったそうなんですよ。メンソレータム、これの種類の高保湿ってこと？なんかさ、ちょっと平べったく楕円になってるやつ、今から買ってくるお揃いにする。リップとハンドクリームは見た目より効果第一、確かに。そうでも違う、ワセリンが欲しくて、そうでも見た目も効果多分一緒だろうなと思ったけど、見た目、そう見た目が、あとは私ね、そうなんかこれも、これもそう、これもね、これもねおすすめですね。私寝るときは、私の寝るときね、寝るときはそのスクラブ、スクラブ入りの、これも今日買ったんだけど、そうこれ見て、でトムジェリーかわいくない？そうあのね、私まだこれね、この前そうキャンメイクのスクラブリップを買ったんですけど、そうこれはそのスクラブが少なめでこっちの方が多めで、そうこれ初めて買ったんだけど私はこっちの方が好きですね。でこれを買いたいなって思って行ったらトムジェリーがあったの、数量限定で、これは買うしかねえと思ってまあこれ買う予定だったんだけどめっちゃテンション上がりました。そうこれね、そうこれは無印のリップですハンドクリームはね買ってないんだよねまだ。でもジルスチュアートのハンドクリーム買おうかなって思ってる。そうトムジェリーいいよね。メンバーの中でトムジェリー流行ってるわけじゃなくて、多分世間でトムジェリーが出てき始めたっていうか、すごいね、なんかいろいろコラボしてるから多分流行ってるなと思います。単純にジェリー推しです。わかる、トムとジェリーどっちが好きって言ったら全然ジェリーの方が好き。可愛くない？まあ両方可愛いんだけどね。ホワイトフローラル、ね、そうそうなのよ、なんかすごいいい匂いって聞くから、ね、気になってる。なんかね、いつもなんかそう欲しいと思わなかったのよ今まで、ハンドクリームとか。そうでもね、最近乾燥が気になるので、そう今日もそうこのこれとか買ったりとかしてて普通に見てたんですよ。でも何がいいか分かんなくて、そう普通にはジェルスチュアート欲しかったからそれ買おうかなみたいなそれまでなんか家にあるやつママの使おうと思ってる480日だったの48じゃんそう
女の子の友達にプレゼントしたら好評だった、だってセンス良きじゃないですか。いいね。私今までハンドクリームいらないよと思ってたけど、なんかもう本当にハンドクリームの大事さが最近になって分かってきた。加湿器使ってない。なんかさ、ちっちゃい加湿器持ってはいるんだけど、なんかさ、加湿器の周り水たま、なんていうんですか、すごい水にならない、周りが。そういうもんじゃない？ユースキンだってなんだろう、ユースキンって調べよう。顔のスキンケア何してるのって。美容液の、何わかんない、ママの使ってます。最近ママの使ってるから何かわかんない。化粧水、美容液塗って、美容液塗るの、なんだろう、あれは何を塗ってるんだろう、わかんない、自分でもわかるぞね。これの順番で塗るんだよってママに言って、ママが言ってたから、そう、それの順番で塗ってます。すごい、いろんな種類があるハンドクリーム、ユースキン。今度見てみよう、お店で。匂いすごい、だって。やだ。じゃあやだ。別に私水めっちゃ使うわけじゃないからいっか。でもなんか化粧水の前に2個塗ってます。美容液と導入、違うかな、わかんない、美容液的なのを2個塗って、化粧水塗って、乳液塗ってます。パックはね、めんどくさくてしてないですね、最近。めんどくさくなっちゃって。そう、ママのやつを使ってるから、そう、減るスピードが2倍なのね。努力の結果、全然努力してないよ、ほっぺなんて。努力の結果だったらさ、もうちょっとなくなってると思う、ほっぺが。もうちょっとなくなっ、でーって、けどね。乳液はね、そう、無印の使ってます。乳液はしっとりタイプ。私こう、冬なのに絶対高保湿の方がいい。なんかまあ夏だったら、まあ高保湿ちょっと嫌だけど、なんか冬なのにしっとりタイプに変えられて、すごい悲しい。すごい悲しいです。無印しか買ったね。私さ、スキンケアの違いが分かんなくて、正直。なんか今まで豆乳ソフラボも使ってきたし、無印の化粧水も使ってきたし、あとなんかそのもら、おばあちゃんからもらいただき物、おばあちゃんがいただいたものをいただいた、まあ機械いただき物なんですけど、のすごい
美白の D って書いてあるやつも使ったし、なんかそう、なんか正直何が違うか分かんない、そんな長く試してないからかな、からかったかな、そう、なんか違いが分かんないんだよね。そう、冬乾燥するなぐらいしか分かんなくて、私本当に何も分かんないんだよね。冬乾燥するなって思うぐらい。でもママのスキンケアに変えてから、そう、乾燥はあんまり気にならなくなった、なぜか。そのぐらいしか分かんない。どうのじゃんけん最後までいけた、おめでとうみんな最後までいけたのかな。私じゃんけん強いらしいから。日焼け対策はしてるのだって。日焼け対策は夏とかあんまりしてない、めんどくさくてめんどくさくて してないですあんまり。すごい、ラッシュってあれしか使ったことない。入浴剤もらった、入浴剤しか使ったことないです。スキンケアね、わかんない。突っ張り加減わかんないんだよね。確かに、あんまり私肌強いのかな、でも。何使ってもそんなに、うん。平気だな、みたいな。私って何肌なんだろう、乾燥肌なのか。なんか混合肌とかなんかあるけどさ。全然わかんないんだよね。あーこれだろうなーっていうのも分かんない。メンバー同士で情報交換、あんまりしたことないな私。うん、じゃんけんすぐ攻略なんてあるんだ。私さ全然適当にやってるわいつも。えねえ無印、ねえ無印いいっつ、無印しか勝たんって。そうでさ、何使ってる、なんかあるじゃないですか、いろんなクリアなんとかとか。そう無印ものさ化粧水とかいろんなさ種類があるじゃん。そうなんか普通のだったらいいんだけどさ、なんかいろんな違う種類、なんかねいろいろあるけど、ちょっとだんだん高くなってくイメージね、導入化粧水がいいって聞くよね、よく。無印あれ持ってます、お家にあるよね。え分からないよね。そう、うん、そういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、でもなんか普通に私じゃんけんを楽しんじゃってる私はそ みんな私はゆうりさんとじゃんけんなんだけど、いつもホーム画面に設定してるのがゆりさんだからね。そうなんかもう本気でそうはいっつってそう大体勝てるけどね。そう終わるの早いんだよね。あ私がじゃんけん強いのかじゃでもそんなこと言ってさ、なんかじゃんけん対局とかあったじゃないですか。そういうのは弱いんだよね、そういう時に限って。エイジングケアシリーズとかな、わかんないけど。何がね、普通の高保湿か化粧水。ね試すしかないんだろうね、でも化粧水。導入化粧水は化粧水の前に使うんだけど、化粧水が浸透しやすくなるとかかな違うかな。そうだと思って使ってきた。
うん、ゆうりさんジャンキン弱いと思う。だからなんか、あ、今月ジャンキンやばいって時は多分ホーム画面ゆうりさんに設定したらいいと思う。そしたら勝てると思います。本物じゃん、本物のゆうりさんがジャンキン弱いか分かんないけど、ドボンのゆうりさんは弱いです。ジャンキン、合ってる。だってやったほらね、したかしてないし別に。そう、さあスキルリアタイできるの分かんない、できると思う。下それでなければちょっと何時からですか。ホホバオイルね、めっちゃ効く、めっちゃ効く。それどうやって使うの。なんかさ、いろんな人がいるからどうやって使うのか分かんない。サスケの結果聞いてんの。聞いてない、サスケの話してないわ一回も。したことないわサスケの話。うん、ヘアオイルか。明日らしいよサスケ。明後日は AK ビンゴ。みんな髪に塗ってんの、ホホバオイル。肌じゃないんだ。なんか鼻にいいとかよく聞いてたけど、いろんな使い方があるんだね。モノセリフってあんまりやってないよ私。期待をさせない、期待はさせないぞ。鼻に塗ってん、でも鼻に塗いつのタイミングで塗るのか分かんないしね。セナタン全カットかもしれないし。はい、まあ見てください。見てからのお楽しみです。虫食べちゃうかだって。うん、まあバラエティっぽくはないよね。兄様とか言わないで本当に。でもそのネモハモルーマー、ネモハム、私が見た時はネモハモルーマーなんかカット、映るタイミングが、映るタイミングが違う、放送の時に変わってたら分かんないけど、その確認映像みたいなの見たときに、そう、前回よりはその映してくれるの多いなーって感じたから、そのまま放送されたらそうです。でもなんか変わってたら、そう、
すいませんって感じなんだけど、私が確認した映像ではそう結構映ってたかなって思います。だいたいアップになるの1回だけどさね、どうなんだろう、1回なのかわかんないですけど、しなんか見切れること割とね、おー、あ、そんな多くはないかわかんないけど、まあポジション的に、ね、だからちょっとすごいね、ネモハモルーマンちょっと楽しみなんですよね、どんな風に映ってるのかっていう。そう、私一番ネモハモルーマンが気になる。ポジションはいつもと違うポジションだったの？だってポジションはいつもと違うポジションというか初めてです、18人バージョンやったのが。私ずっと8人バージョンしかやってこなかったんだけど、うん、18人バージョンです。そう、ネモハモルーマンのポジションはまあ見たらわかります。見たらわかりますね。でもその写真載って、全員集合の写真載ってたけど、まああのポジションです。うん、まあなんかそう、まああれですね、お話し会とかで聞かれたら何でも話します。まあショールームとかでは話さないですけど、話し会、歌番組じゃないです、 AKB ビンゴネオのスタジオライブで、ドボンで、ドボンのドボンでドボンのイベントで、そう上位に入ったので、上位16名の中にね入らせていただいたメンバーが AKB ビンゴネオ出れるんですけど、そのメンバーでネモハモルーマを披露しました。新年の話し会、そうだね、なんかネモハモ、まあ AKB ビンゴについてでもいいし、まあネモハモルーマのポジションについてとかね、まあ、聞きたかったら全然いいですよ、聞いてください。ちょっと疑問に思うこと絶対あると思うから、そうだから全然お話しから聞いてください、あの夜までは話しません、お話しからで私のことを知りたい方だけに教えます。2月20日のお話会申し込みました、だって嬉しい、10代最後のお話会待ってるよ。複雑で泣きそうだった、どういうこと？そう、フレッシュコンサートの後だね、お話会16日だから、10日に成人式じゃん、多分10日なの成人式って定期日、まあ、成人の日は10日じゃん、で13日がフレッシュコンサート、16日がお話し会、22日がドボンのコンサート、29日30日がお話し会。プリンターの音じゃないですね、あの録画のやつ、レコーダーの音ですね。全然録画予約してないんだけど、いつも動きます。話し会どうですか、そう司会で、そう聞いてください。全然気になったことは聞いてくださいね。まあなんか別に話せないこともないんだけど、メールに書くかな、もしかしたら質問が多かったら。まあでも多分セナ私のことを本当に好きでいてくれる方は、
あ、セナタンらしいなと思うと思います。セナタンらしいなって思うと思いますね。そうね、成人式参加券みたいなやつ、私のファンの方一人も当たってない、絶対誰もいない、絶対ね。再販またありそうだよね、匂わせだって全然、いや気になるだろうなと思って、普通に普通に気になるだろうなって、私だったら気になるもん、私がファンだったら。うん、まあもうあの集合写真でももうすら気になると思うけど、ね、ねえ悲しい成人式。どんな髪型になるんだろう、髪の毛短いから。気づいたら13時だって。うん、ドボンのコンサートが気になる、私はすごく。何もまだ日にちと場所しか知らない。年明けぐらいに来るのかな。セットリスト気になるな。私が希望した曲入ってるかな。希望した曲が入ってくれたら嬉しいな。嬉しいな。初八王子、私も初八王子です。結構ギリギリ、確かに八王子って東京な、東京よ、東京だよ。いつもどんぐらいに来てんだっけ、セットリストとかわかんないですね、全然記憶がないし、そもそもこの少人数16人、少人数じゃないか、16人とかのコンサートとか、ほぼ初だよね、あっちほぼっていうか初だよね、だってオーディションはあったけど、オーディションだって違うもんな、ね、初めてだか分かんない、感覚が分かんない、これが遅いのかっていう感覚が分かんない。いいホールだって、そうなんだ。シュナリングうちは持ってくだって、ありがとう、嬉しい嬉しい。多分ないよね、え分かんない、どうなんだろう、ドボンライブ気になるな。ドボンコンサート考え中ですって。ドボンコンサート、え当たって、当たったけど考え中ってこと。でももうあれじゃない、もう一般枠しか残ってないから当たる可能性低そうだ。ワッカーさん対戦ありがとうございます。放送もあるって何の、ドボンのライブの放送があるの、そうなの。シュナリングの写真はいつか撮りたいって、確かに。じゃあ
生体もあるといいな。細いね。そうなんだ、知らなかった。へえー、だとしたら希望したやつ入ってないかもな。でもな、なんか違う、いつもだったらいやこれはちょっとな、やりたいけどあーでもなーって思ったやつはそう書かなかったりとかしてたんだけど、でも今回はそう3位だったしみたいな、3位だね、愛の考えだと思うんですけど、自分の欲望のままにアンケートを書きました。だからそうすごいね、めっちゃ気になる。そう、もうユニットがね気になる。ユニットあんの？あるか？ないとかないよね。どんなセットリストになるかもわかんないからさ、まだ寒い時ってこうやりません？めっちゃあったかくない？袖って袖ってめっちゃあったかくない？でもさ、こうやってやった後にさ、こうやって話すとさ、すっごい寒いの。これ絶対みんな共感してくれる知らんけど友達でいられるなら、友達でいられるならアンケートに書いてないけど書いてないけどセットリスト本当に予想できないね。ドボンのコンサートっていうのもあるからさ、ドボンのコンサートだから、ドボンどんなあれになるんだろうって思うね。でもドボン感はねなかったらあるよね絶対。ドボンあ、これがドボンのコンサートだなみたいな感じはねありそうじゃない。名前に入ってるもんね、ドボンのコンサートって今日で21歳になりましたって、おめでとうのあちゃん、おめでとう私暖房まだつけてない、書いてなかった全然。だってめっちゃ前だよアンケート来た。だからわかりませんあ、違う、わかりませんだからじゃないわ。だからだから書いてないです。横山さんの卒業公演の後だったら書いてたかもしれないけど、前だったので、全然前です。ドボンコンサート頑張る。え、本当に気になるドボンコンサート、どんな感じになるんだろう。友達でいられるならこんなに苦しくはなかっただろう、この胸が張り裂けそう、どちらかが傷ついても赤い血を流しても、僕たちの恋の予感は歌詞がわからない。なずなちゃんは寒さ強いのかな。うん、強いんじゃない。北海道出身だからなんて言ったって今日おいしいものを食べた。だって今日もね、赤から鍋を食べました。赤からに行ったわけじゃなくてお家でね食べました。
した。5から食べた。確かに表彰式とかあるんだったっけ、ドボンの。ね、どこに、ね、どのぐらい、でもあれはないですね、勝率みたいなやつ、なんだったっけ。あれはないですね。うちゃん、ラブレターはこれ。ラブレター10個ありがとうございます。そう、なんかね、最初はそのなんだろう、なんか足してくタイプのやつで、別にそのこんぐらい足したら3からになりますよっていうやつがね、ママが買ってきてくれてて、そうだからまずとりあえず3からにしようと思って、前赤から行った時も3から食べた気がするから3からにしようと思って3からにしたの。でもでもちょっと辛いは辛いけど、でもなんかこれ赤からって感じしないわと思って、いや全部入れちゃえと思って、全部入れたら5からになるって書いてあったから全部入れちゃえと思って、そう入れたら辛かったです。でもなんかめっちゃ美味しかった。辛いけどね、あのぐらいの辛さ赤からだって思いました。あそこまで行ったらもうそれ以上は絶対に無理だった。多分そこまでです、私のあれが。そう、どこで買ったのかわかんないですけど、調べたら出てくるかな、わかんない。普通にまず作ったら1からなんですよ。そうでも赤からってめっちゃ味美味しいから、そうだから辛いの苦手な方は1からで食べたら絶対いいと思う。1からは多分辛くないよね、辛いのかな。そうだから美味しい、味めっちゃ美味しいので、辛さ足りなかったりとかしたら別でついてる、そうやつを足していったらいける。10辛はやばい、無理無理無理。私無理。めっちゃ究極だねそれって。いや甘いのかな、分かんない、すっごく甘いの食べたことないから分かんない。まあでも美味しかったら甘いのでもいける。甘いの方が食べれそう。多分すっごい辛いのは絶対ね一口も食べれない気がする。1ミリで無理ってなる。でも甘いのだったらまあね、2ミリぐらいはいけんじゃない。何？20歳になったらだって、なんで20歳になったらしか食べれないの？何それ、赤から私1回しか行ったことないから全然知らないんだけど、食べてみたい。1ミリさ。だって、まあんまりさ、まあ、1センチは食べれるとか言ってさ、食べれなく、もしそれがねやる時が来た時に食べれなかったらあの時言ってたくせにってなるじゃん。だからね、私はそうあの時2ミリって言ってたのに3ミリ食べられてじゃん、父の方がよくない。、ね、あんまり大口叩いたらいいことないからさ。海外のチョコレート食べれなかったの、食べれるかも。そういうことか、お酒頼まないとか。そうなんだ、知らなかった。もう名前お通しみたいな、名前知らなかった。お通し、赤から行くなら誰と、あの辛さのあれが合う人と行きたいです。なんかめっちゃ辛いの好きとか言う人とは絶対行きたくない。辛いの食べさせられそうだから絶対に嫌。赤から行きたいなーって思ったら、多分赤から何からまで行けるって聞くと思う。聞いて、あこの人だってなったら行くと思う。そう、会わないと絶対大変。無理です無理です。
辛いの辛いの苦手でもないし得意でもないみたいな人が一番いい気がする。確かにクララあんまり辛いの、いや違う、いやでも私クララより辛いのは苦手かも。私蒙古タンメン、赤倉の5より蒙古タンメンの方が辛いよね。そうじゃん、違う。違うかな、私、え違うかな、どっちの方が辛いんだろう。蒙古タンメン私完食できないの、カップラーメンの。カップラーメンね、お店は行ったことない。カップラーメンの蒙古タンメンクララ食べれるんだよね。そうだからクララの方が強いと思う。うん、ナズナ、うん、ナズナもね蒙古タンメン食べて前に食べてた記憶あるから、ナズナも強い気がする。私よりは私よりはね。そう蒙古タンメン、セブンのさ蒙古タンメン食べれないのよ全部。そうで途中でギブして、もう無理ギブアップって言ってママにあげるそうたまに辛いの食べたくなるじゃん。で蒙古タンメンのカップラーメンを食べてみようって食べようってなるけど、結局全部食べきれなくてギブアップしてママにあげるんですよ。蒙古タンメンって赤からに例えたら 何からなんだろう。気になる、誰か知らないかなゆりさん辛いの強いの、わかんないな。でもさユーナーもギオンチャンネルでさ蒙古タンメンみんな食べてたじゃん。でもみんな普通に食べてなかった、だから全員私よりは強いよ、うん、ママもね、ママは私より辛いの苦手だけどもったいないから食べてくれるチーズのやつって食べたことないかも。6からとかか、私 5がギリギリ、なんかそうわかんない、本当に赤からのお店行って5から頼んだらもっと辛いかもしれないけど、そのなんかスーパーとかで売ってる赤からは、赤からのね5からはギリ食べれた、ギリ美味しいって言って辛いうまいって言って食べれたそう多分それ以上だと辛い無理になっちゃう。セナタンも言うなもげん出てよだって、いや出てよって言われて出れるもんじゃないからさまあオファーお待ちしておりますって感じいつでもオファー待ってますでもさあんまりなんか YouTube やってるメンバーとコラボとかだったら見ることあるけど、そんなになんか YouTube やってないメンバーとコラが出てくるとかあんまりユーナモギョンチャンネル見たことないね。今日誕生日だって、夏穂さんおめでとうございます。そう美味しく食べれるからさ、わかる。YouTube めっちゃ見てる私、本当に。最近そう一番平成フラミンゴさんが好きなんだけど、クレイジーマグネットさんが1日2本トークをしててめっちゃねえありがとうございますって感じ本当にそうドボンやりながら見るものが全然なくなってくるんですよ、だんだん。だから日本投稿ありがたい。
浅草のお誘い何来てないですよ。何系なんですかね、平成フラミンゴさんって。ピンポイントだけど、土日はお話しありがとう。俺らしくない真面目な。そうなの。そうなんだ、らしくなかったの、真面目な。そうで、割とね、みんな真面目な話だったね。土日は真面目っていうか、なんか1年どうだったみたいな。まあこれ真面目っていう。アニメは最近見てないな。なんかあんまり何がいいか分かんないくて。鬼滅は見てます。パパルピーズさん見てますよ、もちろん見てます。見てない動画ももしかしたらあるかもだけど。お話し会のどれくらい覚えてる？どういうどれくらいとは？内容？話した内容ってこと？ハッピー。ワンちゃんの動画見ないんですよ、私。ね、それは違うんだよね。めっちゃね、めっちゃ犬大好きなんだけど、なんか YouTube でワンちゃん見たりはしないんだよね。これは謎だね。そなた七不思議みたいな感じ。七不思議。ね、やっぱり犬は直接会ったりとかした方がすっごいいいなーってなる。かわいいって。あとの6つ分かんないですね。これからもしかしたら出てくるかもしれないから。ニコシタさん、クマありがとうございます。まあね、うちの子は一番ですよ。うちのココアはちょっと本当にメンバーに直接会わせたいぐらい、もう自信満々ですね。うちの子が一番ってマジで可愛い。 YouTube のショート見てない。七不思議考えておいて。じゃあ一つ目は今言ったことね。じゃあ今まで見てきたワンちゃんの中で一番可愛い。なんかさ、犬が苦手な人でも、そう、ココアだったら触れるんじゃないかなって思うんだけど、まあね、だって、いや本当に噛まないのよ。そう、わざとその遊んでかぶとかやってる時以外時は甘噛みしてくる。本気で噛まれたことないし、なんかいつも言うけど、ご飯食べてる時って犬はさ、ご飯食べてる時に触られたりとかね、近く行ったらすぐグーとか言ったり、うーって言ったり、そう、手近くにさ出したらあーとかやってきたりすると思うんだけど、あ、そんなのも一切ない。だってご飯食べてる横からご飯に手突っ込んでも怒んないんですもん。本当に大丈夫、え、本当にワンちゃん犬ですかって言いたいぐらい、そう、そんな犬初めてって感じ。器のね、ドッグフードにさ、こうやって手入れてもさ、全然怒んない。びっくり。ねえ。本当に犬かって感じ。
それで一回噛まれたことある。うん、普通だったら噛むんだけど。犬って言わないでください。なんでなんで、怖い怖い怖い。犬は犬だよ。ジェルって本気で噛まれた。ああ、あるあるだね。私もね、そう、私も昔飼ってたワンちゃんとかはね、あ、昔飼ってたワンちゃんも優しかったか。でもまあ今回よりはあれだな。犬嫌いだって。ああ、うちもそう、コクアもね、コクアも同じかもしれない。コクアもね、おばあちゃん家とか、おばあちゃん家にもワンちゃんいるんだけど、おばあちゃん家のワンちゃんにバーンってすんごいすごいです。なんか最近はもうね、もう7歳だし、そう、だんだん年取ってきたから落ち着いてきたのかなと思うけど、もう本当にすごかった。わわわわわって、もうそのおばあちゃん家のワンちゃんがかわいそうになっちゃうぐらい、そう、うーってやるから、そうそれはね、それはダメですね。ね、いや、自分のこと犬だと思ってる。そうだね、多分に自分のこと人間だと思ってる、うちの子も。かわいい、本当に15分になっちゃいそうですけど、コクアの話、本当にね、かわいくてずっと話してたいぐらいかわいいですね。気づかなかった？あら、私はもう、ああ23時だって思ってた、さっき。いやー、今年もあと4あと3日、明日明後日し明後日4日だ。うん、早いね。ココちゃんの話聞きたい、だって。それはもうぜひって感じそりゃもういくらでもしますよ。ということでランキング読みますね。あら、ちょっと待ってください、ちょっと待ってね。よし、13位 ISZ22713、 12位、すごい、なんかこうリップが、12位ドラゴン Z、 11位ガキッツさん、10位鈴木隆弘さん、9位アカーナノサルティさん、8位エイニャンさん、7位ヒロさん、6位ワッカーさん、5位マサキさん、ちょっと待って、どうしよう、4位豚バラパラダイスさん、3位シンさん、2位ニコシタさん、1位ウちゃん、ありがとうございます。そしてセレニーさん、対戦ありがとうございます。ギフト読みます。出任せプリンスさん、中心さん、シンさん、高政さん、 ISZ2271 さん、うちゃん、ヒロさん、ニコシタさん、まさきさん、翼おしいさん、リサさん、ドラゴン Z、
太陽のあとさん、ありがとうございます。ということでまた明日も夜配信なんですけど、ぜひ見てください。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。